浄化開始。何してるの？邪妖観察に決まってるでしょ。爆弾型邪妖ですよ。あいつらは比較的近年分類された邪妖です。爆弾や砲弾なんかが邪妖化したらしいです。ほんと、邪妖って何でもありだよね。わずか一滴触れるだけでその存在を新たな生命体に作り変える、青い血の強さです。時々思いますよ。青い血が十分に降り注げばこの狂った世界も変わるんだろうかとね。もしかしたらそれが夜の君の願いだったのではないかなんてね。夜の君が世界を作り変える救世主だとでも？甘いね、教授。世界が変だと思ってるならそう思った奴が変えればいいんだ。そんなとこ神頼みするなんてあんたらしくないんじゃないの？アーナスさん、助手になってください。やだブレませんね、アーナスさん。いや、そこがまたいいんですけど。夜風に吹かれていきます。Yeah!
また妖魔の研究？熱心だね。見てください、アーナスさん。青市の痕跡ですよ。待って、今処理する。結構な量だったぞ。どうなってる？どうやら青市を使った研究をしているようです。穏やかじゃないの。研究は失敗、工場は倒産、そして真実を知る者は始末された。どうしてわかるの？状況が物語っているからですよ。アベに残る弾丸、赤い血を拭った痕跡、そして新たに塗られた壁。
同様の事件はことかきません。学びのない人間の末路はいつも同じです。世界も滅びに向かうってもんです。さて、私は引き上げますよ。見たいものは見ましたか？遊びに行くなんて何年ぶりだろう。リュリーティスと別れて以来だな。さて、行きますか。Hit!
なかなかやるね。これでも食らえ。血を吸うんだ。タッ、見える。血を吸うんだ。と、これでどうだ。タッ、はっ、タッ。はっ、停留。
おや。それでは。
使用する。フッテンスラナッフッテンタイ落ちろ。
落ちろ。はっ、全体すべての邪妖は私が滅ぼす。一戦はっ、全体うまーくしない。なかなかやるね。ちっ、だが油断した。すべての邪妖は私が滅ぼす。死ぬってスワープって落ちろ。食事の時間だ。何してるの？しし、邪妖観察に決まってるでしょ。ゴーレム型邪妖ですよ。まんまですけど、木や岩なんかが青い血によって目覚めたものだと考えられています。彼らもまた純粋な自然要素、エレメンタルの邪妖です。その意味では妖精に近いですね。妖精と親戚とは思えないな。可愛くないですからな。怒ってる。怒ってますが、しかし可愛いと言われて嬉しいものなのか。一つ実験してみましょう。おーい、そこの可愛い子ちゃん。実験は失敗だ。この世は潔く撤収。実験って、あの人、あれで教授なんだもんな。
見える。浄化開始。
切り裂く。邪妖一掃完了。これでリリーティスを呼べるだろう。電話しろって。そうだね。もしもし。はい、ホテルエンデでございます。あ、支配人、私、アーナス。リュリーティスをお願い。お嬢様、お早かったですね。少々お待ちください。もしもし、アーナス。リュリーティス、あのね、こっち片付いたから。わかったわ。支配人が送ってくれるって。すぐに支度していくわね。うん、待ってる。よし、遊ぶぞ。綺麗。うん、昼との境目ってどこにあるのかしら。さあ、じゃあ人間と妖魔との境目は？わからないな。聖女に選ばれた時、あなたのことを聞いたの。昔、夜の君の血に触れて半分妖魔になってしまった少女だって。でも人としての心はなくさずに人間らしく生き始めているって。その理由の一つが初めてできた親友の私の存在だって。仕組まれた友情だったのよね。あなたをコントロールするために私が選ばれただけで、私たち何もかも嘘だらけで。だから一つでもいい、本当のことが欲しかったの。どんな出会い方だって出会いは出会いさ。私は会えてよかったよ。君は？私もよかった。ねえ、アーナス。何？私、あなたが好き。あなたが人間でも、妖魔でも構わない。あなたが、どんな姿になっても、この気持ちは変わらない。私はずっとあなたが好きよ。うん、
ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？聞きたいことがあるんだ。あの、ヨルドの剣のことなんだけど、私の剣に似ていると思わない？なんでかな。汎用の血に惹かれ、見せられた血が主を守るために武器として目覚め、妖魔の剣になるのです。吸血剣ヨルドの正体は未だ不明ですが、もしかしたらあなたの剣とよく似た状況で創出されたのかもしれませんね。似た状況か。それとも運命なのかもしれませんよ。ヨルドの剣があなたを呼んでいるのか。私を？それでは次のデスタンで。おはようございます、お嬢様。おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。おはようございます、アーナス様。おはよう。指令書？なになに？ジパング商会のご利用ありがとうございます。ご依頼の品を指定場所に配送いたしました。請求書13万リブラなり。 PS、 そんなわけで支払いよろしく。お前のブラザーより。
何また送りつけてるんだよ。指令書が請求書っておかしいだろ。しかも金額上がってるし。身内の借金か。大変だな、ジョーちゃんも。身内じゃないってば。もういいから観念して、うちで助手のバイトしたらどうです？しない。アーナス様、私少しなら貯金が。だからダメだってば。ですがお嬢様。やだって言ってるだろ。何がブラザーだ。いつか見つけて蹴っ飛ばしてやる。どんどん激しさを増すな、これ。遠慮なく食べてね。うん。およ。それでは。さあ。おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。あなたたちを見てると人間と妖魔の境目が分からなくなりますな。そう。ところで我が研究室は優秀な助手を。断る。今ならなんと2人まとめて採用。断る。私のレシピブック知らないかしら。カップケーキのレシピなんだけど。カップケーキのレシピか。いや知らないな。ねえ、あの殺人兵器失礼、カップケーキのレシピですか。知りませんね。知らねえな。そう、あのレシピがないとカップケーキ作れないかも。いいじゃないですか。この機会になくなったものはすっぱり諦めてね、ロイド。そうだ、過去は振り返るな、未来を見るんだな、ジョーちゃん。そうだね、未来に向かって新しいケーキを作ればいいんじゃないかな。そこ違う。以外の新しいことに目を向けさせねえか、バカ。お嬢様。私もう少し探してみるわ。あのレシピブックはこの島に来た時からずっと使ってる大切なものだから。リュリーテス、これ見るからにヤバい展開ですよ。これ放出されるな、ジョーちゃん。踏みとどまれ。わかった、私も探すよ。お嬢様。レシピブックはホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。
星空、とても綺麗だったわ。ありがとう、アーネス。またお休みもらったら遊びに行こう。ええ。浄化。狩りの時間、狩りの時間だ。ハッセイ、すがなく。ハッセイ、ハッ、落ちろ。ハッ、ハッセイ、すがなく。ハッセイ、ハッ。生きた。発展。復転。血を吸うんだ。発展。復転。貫く。発。今度は一体何を送りつけてきたんだ。まずはそれらしいものを探さないと。発展さ、すべての邪妖は私が滅ぼす。かかってこい。血をすすれ、すぐれろ。でえいでえい、はっ、くだっ、ほっと、もらった。でえい、食事の時間だ。呪霊書だ。なになに。お買い上げありがとうございます。東洋が生んだ神秘の万能薬、味噌スープセットです。 PS、 ここなら人目を気にすることもない。山菜でも何でも入れて好きなだけ飲め。シスターの吸血欲求を案ずる妹思いのブラザーより。こんなもので吸血欲求が満たされると思ってるのかよ。まあ、ところで味噌スープって何。
クラッシュ血を失礼デイフクラッシュデイクルタをやって嬢ちゃん、いいところに一杯飲まねえか。また高級美容飲料とかでしょ。宣伝に使われるなんてごめんだ。教授に飲ませりゃいいだろ。呼んだ。呼んでねえ。くさ。今度は美容じゃねえ、実用品だ。名付けて教皇庁御用達エネルギー補給飲料。へえ、教皇庁と取引してるんだ。あ、いや、行ってみただけ。詐欺じゃないか。ジョーちゃんが気に入れば詐欺じゃない。なんで私に絡むの。人はブランドに弱いですから、聖女の騎士のお墨付きとなればバッカバッカとバカ売れするんでしょうよ。というわけで、さあ飲んでもらおう。そして嘘でいいからうまいと言え。やだ、誰が飲むか。じゃあいいや、聖女のリュリーティス嬢、これ飲んじゃって。うわー、
やめろ、私が飲む、飲むから貸せ。ジュースなんだけど。ああ、中身はこの前のと変わってないぜ。大量に仕入れしまったもんでな。適当な宣伝文句つけて早急に裁きたい。悪徳商人め。おや、それJoka開始。
食事の時間だ。いずれ森か。所有者は決まって森で道に迷い、宝石を落としちまうって話だが、前の持ち主が紛失してからだいぶ経ってるしな。イズル森って落とし物だったの？ロイドが探してるって言うから、てっきり疑惑のある品かと思ってた。ああ、ジョーちゃん、期待に添えずがっかりさせたか。落とし物の方が気楽でいいよ。邪妖狩りついでに探してみる。それはありがたい。手分けしようか。俺は右手に行く。ジョーちゃんは左を頼む。あ、ちょっと待って。その宝石、指輪とかブローチなの？記録では10年前まではブローチ、その前は首飾り、その前の前は腕輪、ここ2、30年はそんな感じらしい。2、30年。いずる森は人から人へと渡り歩いている宝石だからな。じゃあ健闘を祈る。人から人へ渡り歩くって全然普通じゃないじゃないか。どうかしたの？どうにも静かすぎる。ジョーちゃん、教皇庁の時計は？別にいつも通りだと思うけど。の巣だったか。頼んだぞ。逃げ足だけは早いんだから。もうまだ白い炎
燃え上がれ。これがイズル森か。待てよ、この木何か掘ってあるぞ。 NEL、 ここに眠る。ダメだ、ちゃんと読めないな。触るな。ロイド、昔戦で財を成したネルという商人がいた。彼が扱ったのは邪妖奴隷、戦の道具として高額取引されていたらしい。そんなの純血の妖魔が黙っちゃいない。その奴隷商人、ろくでもない死に方をしただろうね。ジョーちゃんの予想通りなんで、司祭は省くが、変わり果てたネルが握っていたのがその宝石、いずる森だそうだ。謎めいてるな。いずる森はその後、そこらの事情を伏せて転売された。黙ってりゃ綺麗なエメラルドだからな。だがいずる森を買った奴は必ず森で紛失しまう。そして見つかるのは大体この辺りらしい。ロイド、その幹、文字が彫られてる。誰それがここに眠るとかなんとか。文字だって？その宝石の光で多分解読できる。やってみようか。いや、調べるに及ば。見つけてもらっただけで大助かりさ。これでよし、俺の用は済んだ。ジョーちゃんも早く帰れよ。なんか珍しく慌ててたな。あの木の文字、ちょっと調べてみるか。文字が彫ってある。ネル、ダリ、ジン、ここに眠る。かすれてる。宝石に照らされた時ははっきり見えてたのに。人の名前かな。歌う狼、その遠吠えには独特の旋律があり、それを耳にした者にはある変化が訪れる。この黒鳥発生区に目をつけるとは、さすがアーナスさん。教授、や始まったようだ。何のことだ。教えません。歌う狼、どちらが先に見つけるか勝負ですよ、アーナスさん。では、これでどうだ。はっ、
潰れろ。でい、狼たちが何かを攻撃してる。なんだ、赤い狼。あの赤い狼が怪しいな。よし、周りの狼を倒してみるか。ただの邪用じゃないな。人間の真の像を食らったからな。いらぬ知恵がつき、意識が目覚めた。おそらくこの心は我が食った女のものだ。血のみごがおったのであろう。不意に子守歌を歌いたくなる。だが邪妖どもには耳障りなようだ。娘、お前は似たようなもんだよ。昔青市に触れて半分妖魔になった。そうであったか。純血の妖魔でもなく、赤市の人間でもなく、獣にもなれず、邪妖にも落ちず、お互い難儀だな。そのことで一つご提案が。狼のお嬢さん、我が研究室にぜひいらしてください。この私めが全力で保護いたします。教授本気？私の専門は妖魔研究ですよ。こんな面白さ、もとい素晴らしい存在を見逃すわけには参りません。パトロンから絞り取った金を湯水のように注いで、あなたが快適に暮らせる場所を確保しましょう。もうそうは言ってもな。いや、世話になろう。いいのか？この人かなり怪しいよ。このままここにいてはいずれ食われる。我の巣があればこの心とも向き合いよ。叶わなければこの男食い殺すのに。ええ、お好きに。では早速参りましょう。こちらです。賭けはあなたの勝ちです、アーナスさん。ではいつもならアーナスさんも我が助手にとか言うのに。
なんか拍子抜けするな。潰れろ。ロイド、あの宝石のことだけど。ああ、これね。落ち着いたもんさ。邪妖専門の奴隷商人の残した宝石なんて、教皇庁にでも押し付ければいいのに。純血の妖魔の襲撃とかないだろうね。それは心配しなくていい。襲われるとしても、俺だけさ。誰にも迷惑はかけんよ。またそんな自信たっぷりに。本当に大丈夫かな。変なことがあったら教えてよ。はあ。さあ。おう、ジョーちゃん。商人どこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。それでは。教授、あの狼は？
彼女の話を聞いて確信しました。やはり人間の心臓を食らうと蛇妖は赤く染まるのですよ。研究じゃなくてさ、ちゃんと快適な生活させてるんだろうね。そちらは万事問題ありません、ご心配なく。教授、蛇妖ハントの件だけど。その話ならこちらで。歌う狼、うごめく森、雲の花嫁、すべての勝負で勝利を収めましたね。さすがはアーナスさんです。じゃあ約束通り、私に付きまとうのはやめてくれる？なんのことかな。おい、何のことかなじゃないよ。ではお尋ねしますが、幻の蛇妖のハント、何にも得るものはありませんでしたか？それは一つ、人の心臓を食らった蛇妖は赤く染まり、その人の魂を宿してしまう。二つ、元の姿に近い動植物の血液や樹液を注入すれば、蛇妖にも心が戻り成仏することがある。三つ、この島には昔妖魔と人間の、あるいは蛇妖と半妖の町があった。いずれの真実も、私という人間がいなければあなたは気づくことがなく通り過ぎたはずだ。感謝されてもいいくらいでしょう。分かったよ、確かにそうだ。それでどんなお礼が望みなわけ？アーナスさん、どうか今のままでいてください。え？滅びゆくこの世界であなたに会えたのは奇跡です。それだけで私は満足なんですよ。教授、というわけで。アーナスさん、私を見直したのならぜひとも我が研究室の助手に。絶対幸せにしますから、お願い。断る。こんなにいいとこ見せたのに、ブレませんね、アーナスさん。でもそこがまたいいんだ。ここに来てたんだね。良い場所だな、ここは。妖魔も受け入れるホテルと聞いた。私が身分を隠さず泊まってられるくらいだからね。ところで娘、あの男どう思う？教授のこと？わかんないな。怪しいやつだとは思ってるけど、どうして？我が見るにあの男、誠実だ。いや、誠実すぎるというべきか。妖魔に対し特別な思いがあるようだ。思いか。とりあえず我のことは心配ない。娘、お前がきっかけを連れてきた、ありがとう。うん。
あれ？間に合った。どうしたの？行くんだろ、別世界に。俺も連れてってくれよ。何のこと？とぼけるなよ、俺にはわかる。そろそろ別世界への入り口が開く頃だ。普通にスイートルームに上がるだけだと思うけどね。それと、ああ、ロイドのことはいいよ。寝てるみたいだし。迷い込んでしまったのね。押しかけてきたんだよ。別世界が見たいなんてさ、まったくいい迷惑だよ。せっかく二人きりになれるってのにさ。あ、素直でよろしい。お前、神出鬼没だよな。何甘えてるんだか。アーネス、あの指輪に気づいてくれて嬉しかった。改めてお礼を言うわ。ありがとう。うん、私たち自分の気持ちで友達になったんだって思ってた。でもあなたが教皇庁のエージェントだと知って、全て仕組まれたことだと気づいたの。あなたと私が親友になるのも教皇庁の計画通り。あなたは私を守るため、夜の君と死に物狂いで戦う。そして私はそんなあなたを救うため、夜の君を全力で封じる。どっちに転んでも教皇庁の計画通りなのよ。わかってる。後悔はないの？君と出会えたことに後悔なんかない。後悔があるとしたら、夢が覚めかかってる。後悔があるとしたら、君に全てを打ち明けなかったことだ。もしあの頃君に全てを話していたら、きっと君を連れて逃げ出せたと思うから。アーネス、ありがとう。目が覚めた。しまうなんて、俺様一生の不覚。夢世界には商売のネタになりそうなものなんてなかったよ。ビジネスじゃないさ、ただ見たかったんだよ。この世界が終わっても続く新世界ってやつを。新世界？この世が明けない夜に包まれたら、
んな夢の中だからな。夢世界が俺たちが生きる次の世界ってわけさ。ロイドは世界が滅びるって思ってるの？俺はジョーちゃんたちが逃げると思ってる。それはバカ、答えるな。ザレ言さ、聞き流せ。俺はどう転んでも世界は壊れると思ってる。だって世界の終焉なんてロマンチックじゃないか。最後の夜を誰と過ごすかなんてさ。おやすみ、ジョーちゃん。良い夢を。逃げるか。どうぞ、ごゆっくり。